Welcome to the Star Haverology. Today we're gonna learn Japanese with Goletaka-san-sensei and Sharu. Let's go! What? Health care です。デレン。布団書いてください。はじめ。布団。お、よし、2人とも、2人とも同じような感じで書いてんだ。あ、布団が確かに日本で分かりやすく日本独自だな。なるほどね。でも、そう、ローマ字にディティールを詰めていく。もうちゃんと建物を描いていく。いいと思います。なるほど。OK。もっと、こう、ディティールを細かく描いてみてください。布団について。もうOK。ティッシュボックはい。発想がよ、おじさんなんだよ。3、2、1、終了。はい。これは何でしょうか。布団。はい。ティッシュを。はい、ティッシュボックスを書いた理由を教えてください。シェルは鼻炎ということで次。はい、ローマ人です。はい。元気ですね。これは何ですか。元気です。これは何ですか。彼は布団です。はい。赤い矢印は何を表しているでしょうか。もう一度ください。赤い矢印は何を表しているんでしょうか。2人ともちゃんと布団をかけていました。やっぱり、ベッドでなく布団というのは日本独自ということで、皆さん外国人の方々も知ってることは多いのじゃないでしょうか。ちなみに布団はこんな感じ。完成です。寒い日が続きますが、布団をちゃんとかぶって風邪をひかないように過ごしていきましょう。ヘルスケアです。てれん。お風呂書いてください。はじめ。もう一度ください。お風呂。お風呂。お風呂です。イタリアはね、ある意味お風呂の本場なので、ローマ人に期待高まる中、シェルはディティールを詰めていく、ちゃんと色も分けもして、水を表現。普通にうまい。これ多分タイルの壁だと思う。いい感じにディテールを詰めていく。ローマ人これはなんだこれ。何がどうなってんのこれ。喉何を書いてんだこれ。そしてもう3、2、1終了。はい。これは何でしょうか。お風呂です。ああ。お風呂。そう。ちゃんとあの立体感のある壁も作ってで洗面器、ケロちゃん的な洗面器も書いて、すごくよくできたちゃんとした風呂だと思います。パーフェクト。続きまして、ローマ字。はい、ローマ字です。はい、知ってます。これは何ですか。こいつマジで何なの、これ。お風呂。お風呂。どの辺が。お風呂。お風呂。なんか心霊写真みたいになってるな後ほどローマ人には解説していただくということで Oh, no. ちなみにお風呂はこんな感じ。完成です。ぶっちゃけシェルの方がうまく描けてるんですけれども、お風呂に入る国というのは日本だけではなくイタリアだとかフランスだとかいろいろ入っている国あると思うんですけれども、それに共通しているのは体を温かくして免疫を高めるということもございます。昨今寒い日が続いておりますので、皆さん風呂で体を温めて健康になっていきましょう。ヘルスケアです。停電。2つ書いてください。はじめ。こたつ。キノグリがよく石にかけてるこたつ。そう、キノグリザこたつ。悪魔の暖房器具でございますよ。シェル普通にうまいんだよ。基本的に。でもさすがオランダのオタクスペシャリスト。お、みかんも乗せていく。日本文化への理解度が素晴らしい。なるほど、そういう解釈でいく。なるほど。まあお好み焼き。3、2、1終了。これは何ですか。こたつです。オランジ2階。上。まあ上であって外。はい。こたつの上にみかんの湯というものはつきものなわけで、日本文化への理解度も含めて完璧です。パーフェクト。ローマ人。ローマ人。はい。これは何ですか。そうだね。昨日ぶりはよくこたつに寝っ転がってよくわかんないことになったね。ですが、これはフィノグリです。失格。ちなみにこたつはこんな感じ。完成です。またしてもシェルの構想をパクっちゃったんですけれども、こたつで寝るのは体に良くないということなので、ピノグリのようにパラスの中で寝てしまわずに、きちんと布団に入って寝て、そしてみかんを食べてオレンジを、間違えた、みかんを食べてビタミン C をとって健康に気をつけて生きていきましょう。日本語の文化は面白です。こたつI'm really interested in Japanese culture, that's why I know these things. I think I need to learn more. I still have no clue what a bank is and what a post office is. I need to learn that more. But I'm happy with the results of today. Thank you. しかし、私の日本語勉強improved!フィードバック、today. So what I wanted to say was actually, yeah, I learned how to say futatsu, kontatsu, and teriyaki. So thank you so much, and I hope to see you in the next episode. We are the Fireball Kid. Main dance style, hip hop. Avatar, Merino. Country not applicable. We are the.Thank you for watching, I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video!